い、どうもこんにちは。スプレッドライダーの土屋秀虎です。クルーのチンクリンです。今回は2425モデルの BX について紹介していきたいと思います。まず去年との変更点は、フレックスを全体的に落としているため乗り系や点乗り系のトリックがしやすくなっております。またサイドカーブや軽さはそのままのため、ターンの安定性や空中での足操作、ロックやシャッフルなどはやりやすいのでぜひ乗ってみてください。ノーズ、テールに張りを残しているため飛び系や高回転やりたい人にもおすすめです。オールラウンドに飛び系や乗り系をしたい人におすすめなのでぜひ試乗会で手に取って乗ってもらってヤバさを確かめちゃってください。うい、硬い鉄板っていうイメージやったんですけど BX でも今季はもうほんまに AXF にもうちょっと張り持たせたなっていうイメージですね。今の AXF と比べて踏む位置が多いんでノーズ引っ掛けて踏ん張れるっていうのは感じますね。多分こっちの方が踏ん張れます。はい、直な感想としてはもう本当に乗りやすかったですね。一番感じたのは反発がすごい良かったかなって感じました。取り回しっていうかすごい操作性も良かったですし軽いなって感じましたね。ソネとか、応援とかもそうなんですけど弾きがやっぱ反発がすごいもらえる板だと思って、飛び系の面に関しては、ノーリーを1本打ったんですけど軽く打っただけでその結構反発もらえて回転力ももらえたのでめちゃめちゃ反発面とかでいい板だなと思いました。